セコイアデンドロンは、ヒノキカセコイアデンドロン族の巨木。セコイアデンドロン族の原生種は、エスゴガンテム一種のみである。現存する、最も巨大な樹木の一つであり、アメリカ合衆国西海岸にある、シエラネバダ山脈役西斜面の高地に自生し、現地では、ジャイアントセコイアや、大きな木などと呼ばれている。世界一体積が大きくなる木。樹高は80メートル以上。 樹齢は1000年以上にも及び、樹齢の最高記録は3200年。カリフォルニア州シエラネーバダ山脈西側斜面の標高900メートルから2600メートルあたりに散在して自生している。木材の品質から比較した場合、セコイアよりも脆くて品質が劣るため、セコイアのように大規模に伐採され絶滅の危機に瀕することから免れた。 アメリカ合衆国国立公園局により、カリフォルニア州のセコイア国立公園及びのオムショ森林局により、シエラネーバダ山無役内に点在するセコイアナショナルモニューメントにおいて保護されている。ジャイアントセコイア、セコイアオスギなどとも呼ばれる。メスギはセコイアのこと。かつてはセコイア族に含められ、セコイアゴガンテムとされていたが、1939年に、 親属セコイアデンドロン族に移された。そのため、単にセコイアという場合は、セコイアと同時にこの木についても言及されていることがある。ありがとうございます。